市民、そして野党4党首の有楽町大凱旋を始めたいと思います。いいですね、このやや若干気を使ってちょっと上げないようにするって感じが素晴らしいと思います。で、初めに趣旨説明を山口二郎先生からよろしくお願いします。皆さんおはようございます。市民連合を代表して一言ご挨拶いたします。市民連合昨年12月に発足して野党結集を訴えてまいりました。おかげで今日32の1リンクで全て野党統一候補を擁立できました。これも一重に皆さんの熱い思いが野党の背中を押した成果であります。今この日本本当にメルトダウンしていると僕は思います。オリンピックに一体いくら金がかかるか分かんない。そして財務大臣副総理が高齢者にいつまで生きるんだなんてことを平気で言う。そして総理大臣が国会の答弁で自分は立法府の最高責任者なんて小学生でも分かるような間違いをして、そして議事録を後でこそっと書き換える。こんなことがまかり通るんだったらもう入学試験でもね、答案出した後にああ間違ってたんつって直すんだってありになっちゃいますよ。そんなめちゃくちゃな国に今なってる。本当にこう 筋道も道理もなくなってる。悪いことをした人は責任を取らない、嘘を言った人は全然悪びれない。そんなめちゃくちゃな国を立て直すための最後のチャンスがこの参議院選挙です。安倍さんはこの日本を戦争のできる国に変えようとしている。戦争のできる国の最大の特徴は何かというと、これは政府と個々の国民の関係が逆転するんです。個々の国民は安倍政権にとって国策、国の政策を追求するための道具でしかない。だから、ね、子供を産めとか GDP を増やせとか活躍しろとか上から目線で経済政策を押し付けようとしてくるんです。私たちがこの国の主人公であって、政治とは私たちの幸せを実現するための手段なんだ、政府というのは国民を幸せにするための道具なんだ、そのメッセージが皆さんが持ってるみんなのための政治を今というメッセージの意味なんです。ここで私たちの主権者としての一票を行使してみんなのための政治を取り戻す、本当に本当に最後になるかもしれない大事なチャンスです。野党結集がここまで実現をして、私なんかも今日はちょっと本当にもうドキドキワクワクっていうか珍しく緊張してるんですけど、これは決してゴールではありません。本当の戦いは今日これから始まるんです。野党結集と市民の結集がしっかりと結びついて、この憲法違反の悪性を進める安倍政権にノーを突きつける、その戦いを野党の皆さんと、そして市民の皆さんと共に作っていきたいと思います。頑張りましょう。